皆さん、こんにちは、大地です。えー、コーチングっていうのは、基本的に未来どうなったらいいっていうのをクライアントさんに考えてもらって、じゃあその未来に行くためには、今の行動をどんな風に変えていったらいいんだろうってこう考えてね、で、そこから新しい行動を起こしてね、欲しい未来に近づいていくっていうまあ考え方だし、ね、それをサポートするものなんですけど、未来どうなったらいいって言われても、ちょっとなんか思いつかないこともあるじゃない。<laughs> ね。 えなのでそのためにはねじゃあ過去のことをちょっと思い出してもらってねなんかどんな時楽しかったとかねそれはどうして楽しかったんだろうねとかあなたは何が好きなんだろうとかもっと何をやりたいとじゃあ思ってるんだろうねとかねなんか要はその過去から学んだものを使ってじゃあどんな未来になったら幸せなんだろうってこう考えるっていうねワンステップ付け加えてみるってやり方があるんですけど過去のことも全然思い出せないっていう人もいるんですけどどうしたらいいですかとかってねいうのがあってまあ あのもちろんさ、そしたらさ、現在のさ、なんかいいところと、何かここが変わったらいいよ、考えてみたらどうかとか、まあもちろんいろいろあるんだけど、過去もね、まあ、無理に思い出さなくてもいいけど、思い出せるよ。で、あの、でね、過去のなんか素晴らしい思い出とか、いい思い出が思い出せなかったとしてもとかね、なんか、いくつか覚えてるけど、それ以外のものを思い出せないとかとしたらね、今度はね、なんか、過去のことを純粋に思い出してみるんだよね。例えば、えっと、小学校時代のね、 なんか友達どんな友達といたんだろうとかね。でね、どんな場所によく行ってたんだろうとかね。人だよね。場所ね。だよね。とかっていうことをこう思い出してみたりとかね。その頃何が好きだったんだろうとかね。じゃあなんかこんな遊びしてたな。こんなゲームしてたな。こんなこと矛盾になってたな。とかね。で、そういうふうになんかだんだんこう思い出していくと、この。 過去モードになっていくじゃないとか小学校モードになっていくじゃないんで人間のねこの何て言うのかなこの脳ってこの連想ゲームじゃないけどねこのなんか一個の思い出すとそこからそれと関連する記憶とかがねいろいろとこうつながっていきやすくなってるからだからあの是非ねえそんな風に思い出して もう思い出しやすいところからね、なんかその時住んでた家のこととか見てたテレビのこととかね、で、よく遊んでた友達のこととかね、そういうの思い出せない人は思い出せるところでいいのよ。なんか夏休みこんな風に過ごしてたとかねで、なんかそこが一個入り口になって、だんだんそこから、そういえばっていうふうにいろいろ思い出していくっていうことがあるからね、あのー、そんな風にね、えっと、ちょっと、えー、まずその頃のことで思い出しやすいことを思い出してみながら、 そういえばこれ夢中になってたな楽しかったなとかこの時嬉しかったなやりがあったなとかにねだんだん迫っていくみたいなやり方があるってこともあの知っておくといいんじゃないかな。だからあのー ーチとしてはさ、ね、なんか学生時代の何か思い出を引き出したいと思ったらその手前でねなんかその頃ってどんな人と付き合ってたのとかどんな場所によく行ってたとかどんな音楽聴いてたとかねどんな遊びしてたとかね、えー、なんかあの一個まずね、えー、記憶をみらしてでじゃあその自分がね、当時やりたかったと思ってたことなんだろうとかね夢中になってたこととかその当時面白がってたことってなんだろうとかって言われるとああそういえばってこうなるっていうねあのそういうイメージを持ってあの記憶を引っ張り出していくなんて。 進められる部分があのコーチングプロセスを、ね、進められる部分が出てくるんじゃないかなということで,です。参考にしてください。それではまた。